六角義方、三好三人衆を破った織田信長は足利義昭を報じてついに上洛を果たした。信長は直ちに朝廷に働きかけて義昭を将軍の座につけると、京の本国寺に将軍家の仮御所を設置。将軍家の警護役として光秀と秀吉らを残し、自身は盟友の長政を伴って本拠の美濃へ帰国した。そこに破ったと思われていた三好三人衆が襲来。将軍家の転覆を狙い、義昭を亡き者にせんとする。信長不在の中、義昭を守り抜くべく光秀は秀吉らと共に三好に立ち向かう。六条合戦。よし、こんなもんだろう。いつにも増して鍛錬に励んでいたようだが、ずいぶん勇んでいるのだな。当たり前だろ。なんてったって光秀さんとの鍛錬の成果を披露する絶好の機会に恵まれたんだ。今張り切らなくてどうするよ。三好の奴らなんてあっさり返り討ちにしてやるぜ。あっさりとはいかないだろうが、お前の働きに期待しているぞ、三月。オイラは一体どうしたら。もしかしてこの局面をどう乗り切るか悩んでる？なら光秀さんにも相談してみたら。却下だな。あの堅物とは馬が合わねえ。それに出世敵に花を持たせてたまるかってんだ。オイラはオイラのやり方でこの窮地を切り抜けるが、一体どうしたら。もう堂々巡りじゃないか。その高い向上心、無駄にすることのないようにね。使命を果たす。僕の策に期待して。もしそなたが明智光秀殿ですかな。私は松永久秀と申しまする。以後お見知りおきを。なあ、あなたが。俺は明智十兵衛光秀だ。こちらこそ。何ですかな、光秀殿。そんなに見つめられては穴が開いてしまいまする。いや、あなたによく似た御人と以前どこかで会った気がするのだが、気のせいか。では改めて久秀殿、共にこの宮城を打ち破り義昭様を守り抜こう。はい、あらかじめ私の方でも方策は練っております。何なりとお便りくだされな。不測の事態に戸惑う兵が多い中、久秀殿のような頼れる御人の存在は心強く思う。ではよろしく頼む。ああ、光秀殿、やはりそなたは再びまみえし奇跡に感謝せねばなりませぬな。本国寺は完全に囲まれちまった。くそ、オイラたちは一体どうすりゃ。落ち着け秀吉殿、俺たちで対処するぞ。まずは侵入者の排除からだ。
しねえ。親父がいない隙を狙いやがって、俺の忍術で返り討ちにしてやるぜ。今こそ三好が再び天下を掴む時ぞ。者ども、かかれ。敵が次々と寺に。三井で必ずや私を守れ。よいな。我らは貨幣、いずれ押し切られるのは必至。金国のお味方を頼ってはいかがですか。ああ、忠告感謝する。人々殿、急ぎ諸将へ伝令を送ろう。なんとかなったのか。光秀の言う通り、オイラたちが頑張りゃ、ひょっとして。よっしゃ、一丁やったるぞ。鉄砲隊、義明様をお守りしろ。奴ら、怪しげな動きをしておるわ。棒が忍びよ、急ぎ阻止せよ。忍びだと、これでは先に進めぬ。かの三人衆は我が理想の世に不要な異物。その最後を見届けるのも私の責務ですね。言ったか、諸将の到来まで耐え抜けば戦局に光明が差すが、信長殿の力を当てにできない今、我らの力で義明様を守り抜かねば。上様は我が命に代えてもお守りいたします。心強き同胞を失うわけにはいきません。急ぎお救いいたしましょうぞ。かたじけない。身どもは後方より、上様をお守りいたそう。しかしこのような窮地を招くとは、信長殿は上様をお守りする気があるのか。いでよ、甲賀忍び、義明を討ち取れ。早よ救援をよこすのだ。三好、六角、それに斎藤、上洛に際し切り伏せた者らがまさか徒党を組むとは。しかし数で勝れと所詮は烏合の衆。義明様は必ず守り抜く。俺の力の礎となれ。悔しいがここまでか。なんとかなったな。よし、ここの守りは任せたぞ。義明様に一っ子一人近づけんなよ。義明は寺の中だ。者ども、壁を打ち壊しなだれ込め。開門。俺に任せる。敵の攻撃さながらさみだれのようだ。だがまだ屈するわけにはいかない。我らも斎藤殿に続くぞ。一気火星に攻め立てるのだ。受けてみろ。おいおい、また増援か。さすがにちょいと分が悪いんじゃ。このままで終わると思うな。任された。いい調子みたいだ。フルはなんだか
久秀の頼りをもとに来てみれば、やはり三好の残党どもが攻め寄せていたか。俺に任せて。敗北条件変更。砂川だと。やつはミノにいたはずでは。信長殿、ミノにいるはずのあなたがなぜここに。なんとかしのげたか。信長様も来てくださったことだし、さっさと終わらせたいとこだがな。ご無事ですか、義明様。金国の書をかき集めて馳せ参じましたぞ。開門。形勢逆転というわけか。まあよい、砦にこもれば出し物信長も手は出せまいで。親父、来てくれたのか。俺の活躍しっかり見せねえと。我が理想の世に腐敗した輩は不要。さような異物は焼却がよい。みんな家計をしたください。奴らを炙り砦から引きずり出すのです。信長殿の加勢を得た今が好機か。全軍攻勢に転じろ。討ち死に。承知した。軍師だって分働きしないとね。いい調子みたいだ。耐えきれん。引かせてもらう。その技。俺にも教えてくれよ。刃を受けろ。貴重、切り伏せた。悔しいな。ここまでか。天下無双、それほどの力が俺に。受けてみろ。任された。やっちゃおうか。散らかすよ。敵将、討ち取ったよ。引かせていただこう。俺に任せる。ずいぶん張り切っているようね。みんな準備はよろしいか。放ちなさい。任されて。家計だと。そう、砦にとどまっては我ら残らず丸焼けよ。こうなったら破れかぶれだ。信長どもと差し違えてやるわ。開門。来たな。ならば迎え撃つのみ。勝利条件変更。追い風が強く吹いている。勝利は俺たちの手中にあり。父上の仇を討つまで俺は決して。チェックしよう。いいよ。出るぞ。任されて。俺はまだ強くなれる。覚悟せい。ここがお前らの死に場所よ。この
この先幾度も俺は怨嗟の的となろう。なれ、志果たすまで俺は止まらぬ。俺に任せる。切り伏せる。敵将切り伏せた。手のすべて叶う相手ではなかったか。耐えきれ、引かせてもらう。抜けてみろ。俺はまだ強くなれる。刃を受けろ。俺はまだ強くなれる。行くせる。敵将、目の切り伏せた。フルはなんだか。相変わらず腕が立つな、光秀。久秀殿の冷静さ、思慮深さ、とても心強い。俺も見習いたいものだ。光秀殿こそ並ならぬ剣の腕をお持ちではないですか。それに何より高潔な志も、そなたのようなもののふが私の理想の世には欠かせないのですよ。よし、終わったな。信長殿、手を煩わせて面目ない。構わん、将軍が無事ならそれでいい。これで都も少しは静かになろう。美月、どうした？息切切ってなあ。なあ、俺今回は結構やれたよな。光秀さんはどう思った？あ、鍛錬の成果がよく出ていたと思う。利光はどうだ？鍛錬を共にしたお前の意見も聞きたい。うん、荒削りさは未だ散見されるが、こたびは殿のお手を煩わせておらぬ。故に旧大の出来と言えよう。くれてありがとな、水秀さん、利光。秀吉殿か。こたびの戦はとても助けられた。感謝する。いや、助けられたのはオイラの方だ。ありがとうな。あと、すまねえ。だがしかし、信長様の一番の右腕はこの羽柴秀吉様よ。お前には負けねえぞ、光秀。ああ、望むところだ。よかったね、秀吉。信長様は義昭様への謁見を早々に打ち切り、
仮御所より下がられたとのこと。何を考えておられるのやら。信長殿は一刻も早く都を再建しようとしているのだ。俺もそのことで信長殿に相談しようと思っていた。はっ。ではそれがしは先に戻っておりますゆえ。先の六条での戦、勝利こそ収めたものと、結局信長殿に助けられる始末、天下一新への道を切り開くため、俺もより一層刃を研ぎ澄まさねばな。あれは信長殿と姫様、鼻の下で一体何を。綺麗。ほう、この戦火を耐えたか。このムクもいつかはすすけてしまうのかしら。そうは、そうはさせない。光秀だろ。お前に先を越されるとはな。確かに犠牲なくして太平の世は築けんのやもしれん。だが市中の希望を守り抜くには乱れし現世を打ち砕かねばならん。その先に太平がなれば、無垢は無垢のままでいられよう。それが天下一新なら、あなたが守り抜きたい希望って。俺にとって大切なものたち、もちろん機長、お前もだ。笑うか、らしくないと。ああ笑うね、とんだお笑い草だ。美月。けどそれでこそ俺の親父だ。惚れ直したぜな、機長さん。もうハハ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 。もしや、やつが真に欲しておるのは将軍の座か。そのために、私を追い落とそうと。やだ、私はまだ死にとうない。兄上と同じ鉄を踏むのは嫌だ、嫌だ。上様、どうかお静まりくだされ。取り乱しては、キャツらの思う壺やもしれませんぞ。何もご案じ召されますな。万事この三淵にお任せくだされ。